どこから撃ち込む？おっと、しのぎ交渉めくるめくフットワークを使い始めた。対する渋川は微動だにしません。さあ、先に仕掛けるのはやはりしのぎ交渉か。わけえな。さすがはしのぎ交渉、このスピードは高齢者にはきついぞ。どういうことだ、背後に回ってもまるで隙がない。まるでこの老人の計画通りに動かされているような。ならばそれに乗ってみるか。マジ飛んだ。消えた。構えた。ダーン！しのぎ交渉、軽々と投げ飛ばされた。さあ来い、若いの。柔道とも戦った、レスリングとも戦った、そして相撲とも。しかしどれとも違う。強すぎるぞ達人。凡人には理解しがたい技の連発だ。とても無理だな。ドロドロかな、交渉ちゃん。聞いとる聞いとる。いかんな、どれも。これが渋川豪樹か。ちょいな。蹴り足が伸びきった瞬間を。ひとたまりもねえぜ、あれじゃ。空手の弱点ってものを知り尽くしてるんだ。油断ならねえジジイだぜ。いい加減にしろや、お若いの。この渋川相手にいつまで敬老精神ぶら下げてるつもりかね。もったいぶらずに灰を見せ。もっと大きいおもちゃ。おっしゃる通りです。いらぬ気遣いをしてしまったようだ。あなたの年齢、その小さな体、すっかり騙されてしまいましたよ。バカ野郎、わしを誰だと思っとる。お主が生まれる何十年も前から達人と呼ばれた男ぞ。わしはお主の兄弟じゃないからの、たんときなさい。では遠慮なく。芋切りだ。芋切りの構えを取ったしのぎ交渉。キモキリ破れたり。指切り連番、嘘ついたら針千本、ノーマッシュ。捕まえた。なんてやつだ、自分の左手を。しのぎ交渉、強烈な反撃。渋川、大きなダメージか。
保留殺法眼底砕き。眼底？眼球とは普通考えられているよりはるかに硬い。その硬さを利して眼球を強烈に打撃することにより眼球奥の薄い膜状の骨、すなわち眼底を破壊し脳を直接損傷たらしめる技である。別ね、そら確かに兄弟には使えねえ技だぜ。さすがの達人もこいつや。いや、聞いてない。何？お許しください、渋川郎。まさか工場おりゃ。惜しかったな、工場。だから言っただ。